令和の虎、その思いを金に変えろ第三期レイトラビジネスアカデミーまだまだ受講生募集中です詳しくは概要欄から一本探し傑作戦ですはい、はい、岩井社長はい今回はどなたでしょうかはい。今日もですね、隠れた名作戦なんですけどはい。町口さん,口さんはい、はい、町口さんって人ですねどのような授業内容でしたかはい。グルメバーガーを低価格でテイクアウトする 淡路島バーガー知ってる淡路島バーガーって知ってますでっかいですねはい、はい、あれの専門店をオープンして繁盛させ全国に広めたいというプランで来た町口さんですはいはい前されていた社長ははい、えー、竹内社長、はい、ヤン社長とも、はい、ハッピー、はい、大石さん三浦さんというね 5人でしたさあ果たして町口さんはオールになったんでしょうかっていうことですねはい、はい、まあねこれね試食があったんですけどとにかく大絶賛だったんですよ<お>僕もたくさん試食をしてきたんだけども12を、はい、争うえー、すごいそれぐらいおいしかった <laughs> 一回ねちょっと一緒に大阪行った時には、はい、ぜひぜひあの食べてみてほしいと思いますけどねはい、はい、という町口さんの一本の話ですではどうぞではどうぞ 失礼しますよろしくお願いします今宵志願者の椅子に座るのは FC 版タイガーファンディングを逃げわせたあの男令和の虎でオールを勝ち取り新しい未来をつかみ取れるかいざ勝負ではまずご経歴をどうぞ、えー、町口雅樹十七歳です 兵庫県から来ました高校卒業後飲食店を経営しておりますえでは今回の希望金額と投資形態を教えてください300万円でお願いします投資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿はグルメバーガーを低価格でテイクアウトするアーシマバーガー専門店をオープンし繁盛させ全国に広めたいですではオールオナシン新しい未来をつかみ取れ キャッツアマンドそれでは、もう少し詳しくご経歴の方をお願いいたします。はい。えっ、ー、と、淡路島で育ちました。高校卒業後、大阪で飲食店のアルバイトを経験し、21歳の時に自分でお店をオープンしました。そのお店は半年持ちませんでした。で、淡路島に帰りまして、自身の実家が玉ねぎの農家だったということもあり、玉ねぎ倉庫を改装したカフェをオープンし、現在で10年目になります。で、今年の4月から、えー 店舗シ視アに入れた淡島バーガー専門店をオープンしそちらがそれなりの軌道に乗ってきたので神戸の三宮というところに新しいお店をオープンしますではあの今回の事業プランを教えてくださいはい、えー、今回の事業プランなんですけども、うんえー、当店の淡島バーガーはこだわりのグルメバーガーガですそのハンバーガーを、えー、広告宣伝費として、えー、需要を確保しまして、えー 来てていいただいただおお客さんからセット率をを上げるる形で利益を取る仕組みとなっております今回こうやって来させていただいた理由といたしまして、えー、と僕自身が飲食店を10年経験してきて、えー、と利益が出にくい商売だというのを分かっておりました。そんな中、令和の虎に出会いまして、頭を使うことを覚えました。簡単に言うと、えー、と文章にしてマニュアルにして仕組み化するというところです。そういった中で FC 版のタイガーファンディング、 が応募あるとということを知りまして今回参加させていただきましてえ結果としてこの令和の虎の方々から投資をいただくことができればとの条件付きをいただきまして参加させていいたただきましたはい、じゃあ僕の方から改めて付け加えると林、えー、社長がエイバーの社長として最終決断を下されるんですけどもまあ,あのこのままでもすごく面白いかもしんないんだけれども僕としては。 令和の虎の社長たちに意見聞いてみたいなみたいなことになってでもそれだけだと申し訳ないんで自分はまず300万は出すよとでその代わり残った300万円を皆さんが実際に試食していただきなおかつこのハンバーガーが全国展開ができるものだという判断をしていただいて投資ができた時に改めてエイバー社としてはがっつりと関わってい,いってあげますねっていうところで今止まってるっていうことです。 じゃあちょっとその経緯についてお伺いしたいんですけど、はい、フランチャイズ版タイガーファンディングって確かどれぐらいの温度感で手伝うっていう結論を出すあるいは手伝わないという結論を出す番組ですよね。はいはい、その中でそこで300万円出たっていうことはお金がもう600万円ぐらい追加で必要だよねこれっていう話になったっていうことですかねあ、えー、っとそううではなくててて次に僕がしようとししよとといる店舗の出資金として 600万円必要だったのでそのうちの半分の300万円を林社長に出していただいて残りの半分をはい投資してもらいに来ました、はい、つまり1号店はもともとその、はい、募集してやろうかなと思ってたのが、はい、直営でやるってことですかね、はい、今回あそうですねはい分かりました最初あのご自身で、はい 株式会社テンペスト CEO カトリス・ヤンピートルよりよい明日のために思ったようにアーティストのプロデュース事業を推進趣味であるカードゲームや PC ゲームの知識を生かし YouTuber としても活躍するよりよい明日をつかみ取れタイガーファンディングに新たな風を呼ぶテンペストが起こる最初あのご自身でえっ、はい、と、はい アルバイトされててそこのあと自分で独立されて、うん、その半年もたなかったっていうのはそ,うそれはどういった飲食店の業態でそれはそうですねあの大阪の本町というオフィス街で、えー、と昼はランチで夜は居酒屋でやってたんですけど満席で10人ぐらいのお店で500円のランチと あと居酒屋をやってたんですけど、まあ、入ったところで赤字になるような<ー>初めからもう間違ったプランでやっておりましたので計画の段階からちょっと甘かったな、はい、あだいぶ甘かったですこれグルメバーガーを低価格でっていうキャッチコピーなんですけど、はいはい、やっぱ東京だとグルメバーガーって1個1000円以上する中で、はい、この390円からってかなり破格だと思うんですよね、はい、で一番裏にこの原価率も書いてあるんですけど、はい、結構今の話と同じ路線をたどるんじゃないかなとはい、はい 思うんですけどそこの打開えー、っとそれに関しましてはまずその低価格で販売する理由といたしまして一つそのハンバーガーをこの価格で販売すると,、えーっとまあ、一つの話題になって飲食店にとって認知というのは大事だと思いますので認知されるのではないかと思っておりましてもう一つがその現状淡路島でそのハンバーガーのお店をやってるんですけどそのお店 では、一、えー、時間に六十食ぐらいのハンバーガーを提供することが可能で、その通常のお店でしたら、注文ごとに作ったら、まあ、十五分から十分一個作るのにかかるんですけど、それをあ,のある一定の需要が確約されたような状態で、えー、提供する。例えば、並んでいる時とかに提供すると、供給能力がずっと上がるんですよ。で、その上がった供給能力を、まあ、付加価値というか、武器にしてやっていこうと思っています。 あと、えっ、ー、と、その、来ていただいたお客さん、ハンバーガー自体は、まあ、広告宣伝費的な扱いになりまして、で来たお客さんに、えー、うちのオリジナルのディップソースや、えー、ちょっとお得感のあるドリンクというのを用意しておりまして、そのセットできっちりと利益を取っていこうと思っております。今日はあのセットになるあのポテトフライで、ディップのソースが何種類かって選べるんですけど、それとちょっとおいしいあのドリンクも飲んでいただきますが、 そういうものをセットにすることによって、最終的に大体いくらぐらいになるんでしたっけ。あ、えー、大体千円前後になります。顧客単価千円ぐらい,ていうです。はい。をテイクアウト専門にするから、はい、固定費が下げれるからって。そうですねあ。そうですね。うすねとうちがその淡路島でやってる店舗も。えー、大体一日に百五十から二百食を。人件費が大体十五パーセントぐらいで、供給できてますので。まあ、人件費を安くして、固定費も安くすることで、利益は出ると思っております。 でもフランチャイズだと、はい、そこからロイヤリティも払わなきゃいけないとなるとなかなか加盟したがる人が少ないんじゃないかなっていうのはちょっと今懸念してましてはいそ,そうですねご自身だけだとね、はい、自分の空分だけあればいいと思うんですけど、はい、一応、えー、と今の状態で、えー、うちが直営でやった場合は30%ぐらい残るような形になってまして、えー、加盟していただいた方にはもちろんそこから、まあ、経費で ロイヤリティとかかかってくると思うんですけどえうち自身があのスケールメリットの部分でいろんな業者にこんだけ注文したらここまで下がるよっていう見積もりは一応もらってまして、まあ、それでそこの分でいけるのではないかと思ってます分かりました僕は淡路島バーガーってあんまり知らなかったんですけどトリアイアグループ会長三浦哲郎 持続可能な社会の創造を見据えて小物売買から事業をスタート鑑定士として YouTube 参入光る買取鑑定団でも活躍中オークション事業など多岐にわたるリユースビジネスを展開するヴィンテージに目を光らせる目利きの虎が志願者の真なる価値を見極める僕は淡路島バーガーってあんまり知らなかったんですけど淡路島バーガーっていうのは結構いろんなところにあるんですかねえと淡路島バーガーは基本的には淡路島で売っているハンバーガーなんですけどえー まあ、じゃ若干たまにその当外でも淡路島バーガーが販売されている店舗はありますありますよね、はい、でその淡路島バーガーの他の店舗とこの、ね、やられる淡路島バーガーのこの差別化がちょっとわからないんですけど、はいはいはい、あそうですねそこに関しては、えー、と僕もちょっと差別化というか違いを明確にしていかないといけないと思ってましてうちのハンバーガーの最大の特徴として 玉ねぎのオニオンフライが入ってまして通常の淡路島バーガーのお店はオニオンフライが入っているところは少ないと思ってますそれをどうやってユーザーに伝えていくわけ伝わらなくないですかそのそね玉ねぎがいっぱい入ってるって全然伝わらないじゃないですか、はい、でだからもうネーミングもこれじゃあ、えー、とお店の名前も淡路島バーガーって名前なんですか、はい 一応、えー、と面談の時に岩井社長に名前はもうちょっと考えた方がいいんじゃないかというお話を、えー、それあったとまってないい今ちょっとあのページの後ろの方に、はい、なんに僕のなりに考えた候補の名前が何個かあって「下国上バーガー」とか,あかああ「ハンバーガー」これはハンバーガーのこのメニューの名前ではなくて「て店名」のイメ名の僕をちょっと作ってきて「店名,あ店名が下国上バーガー」 っていうのもちょっといいかないろいろ考えてるんですけど結構名前にこだわるんですけど、はい、あのどんなにブランディングしても最終的にはバズマーケティングというか人が伝える時に思い出せない名前って広がらないと思ってるんですよ。 名前がものすごい大事だと思ってる、お店やるならね、はいはい、それがちょっとなんか今、淡路島バーガーだったらちょっと弱いかなっていうのと、はい、淡路島バーガーで伝えたときに、他のお店を検索して、そこに行ってしまうこともあるしね、はいはい、独自性がある名前とか、インパクトがある名前とか、はい、じゃ玉ねぎ使ってる、玉ねぎっていうのが伝わる名前とかにしないと、はい、あの人から人に伝わらないですね。はい、なのでずっとマーケ、まあの 宣伝コストはかかり続けますよと<ー>そういうい名前が広がっていけば、はいね、あの広がりの名前であれば宣伝コストも抑えられるし、はい、だそこはまず一番最初にやらなきゃいけないところじゃないかなって僕は思うんですけど、はいうん、それどうですかねあそ,その通りだと思います、はい、じゃあやらないとダメですよねそこをね下克上バーガーはどうですかちゃみえー、よくないと思います、うん、よくないお、はい美味しいというイメージが全然わかんないですねまず言いにくいね うん、下告状バーガーガちなみになんですけどそこにあるデフレモンスターとかっていうのはどうですかよくない,す、ね、みいですね、はい、ハンバーガーってイメージ、はい、デフレモンスターって聞いた時に、はい、あの次の日にななったら思いい出せないです、はい、例えば広告見ても次の日誰かにデフレモンスター行こうって誘いたくても名前が思い出せないなのでもうちょっとシンプルでハンバーガーに、はいえー、をイメージできる名前にしていかないと。はい まあちょっとかけ離れてないですかねハンバーガーとデフレモンスターはありまし淡鬼バーガー、はい、淡路島のオニオンバーガー,、ね、ーああ<ー>そういうことですよねそういうことですよねはいまあそれはうちの会社に任せなさいよ<あ> <laughs> <laughs> ちょっと呼んでいきます FC 版タイガーファンディングからやってきた志願者丹精込めて作り上げた淡路島バーガーで勝負を仕掛ける果たして虎の評価はいかに えとまずこの飲み物を説明してください、はい、こちらが自,自家製の淡島の模塩を使ったレモ,レモネードになりますはい、はい、でこのディップが6種類、はい、あっ種類順番に、はいえー、とこちらが明太子で、えー、こちらがコーンですねで、えー、とこちらがハニーマスタードでアボガドトマト、えー、ミ,ミートでこれが海苔。わさびのりになります で基本的には注文していただくときにこの6種類の中から自分の好きなものを1種類選んでいただいて「僕は何々で」って言ってこれを、えー、とポテトにつけて食べるはいそうですいうですねはい,いやすいませんいただきます、はい、いただきます玉ねぎの食感、はい、あの揚げてる食感とこのパンのかなり柔らかいじゃないですか、はい、で結構僕好みですこれあ,ありがとうございますいただきます うん、すごく美味しいですあの大きいバーガーって僕、はい、ちょっと食べにくさが結構苦手だったんですけど、はい、なんか食材も全部まとまりがあってこう普通にパクパクちっちゃなバーガーと同じように食べれるのすごくいいですね、はい、あ,ありがとうございますハンバーガーってハッピーな見た目ですよね <laughs> いただきます めっちゃイケてます。あの四百九十円ですよね。八百八十円の味がしました。上手です。ありがとうございます。でいいます。すうん、つい一時間ほど前に、はい、マクドナルドを食べてたんですよ。<laughs> <laughs> 月見バーガーを食べたんですけど。はい その2倍以上美味しいです、ね、あ<ー>、ありがとうございます。1000円にしてほしいなと思います。<laughs> うん、ちょっと僕、食べ方、かぶりつかないでもいいですか<あ>切って食べてもいいですかあ、はい、手でちぎって食べて。まあ、結構女性の方って、かぶりつかないと思うんですよ。はい、あの手でちぎって食べて、まあ、口紅とかで言ってるんで。はい、ちょっと、ちぎって食べれるかどうかっていうのは僕はちぎって食べるタイプなんですよ。はいああ うん、バンズがうまい。うん、バンズがうまいね。これ。利益出ます。あ、ハンバーガーだけ、えー、売れてしまったら。ちょっとや、やばいです。<laughs> はい、セット、セットありきで考えてます。うん、これは誰が揚げたりとか作っても、この味を再現できるんですか。あ、えっ、ー、と、か、まあ、かなり近い味にはなると思います。はい。 ポテト今食べたんですけど明太ディップでかなりあのサクサク感高めに揚げてますねあごめんなさいちょっと焦げてたんですかそうなんですか <laughs> いや僕これいいなと思ってあですか結構バンズがすごい柔らかいじゃないですか、はい、だからこの相方としてポテトが結構サクサク感が高めに揚げたるっていうのはいいなと思ったんですあありがとうございますものだがたらごめんいさい <laughs> <laughs> ちょっと分かんないんですけどはい,いや本当にうまくないですか、うん、うまい 本当うまいです,すよねこれ僕2回目なんですけどめっちゃ今日楽しみしてて過去一うまいっすよ僕が食べたハンバーガーの中であ,ありがとうございますもう海外でも結構アメリカオーストラリアイギリスとかでめちゃめちゃうまいハンバーガー食ったことあるんですけどはい戦えますあありがとうございます上位と戦えます世界であ,ありがとうございますこのうまさがなんか伝わる名前にしたいですねあそうですね、うん、はい結局うまいって食べないと分かんないじゃないですか,、はい、か相手に伝えなく 伝わらないと、はい、っていうか届かないといけないんで、はい、そこまでが難しいんですよね。はい、だから名前とか広告動物なんかとか、はい、そういうことに僕こだわっちゃうんですけど、はい、味は絶対美味しいんで届けさえすれば売れると思いますよ。はいはい、ありがとうございます。やっぱりグルメバーガーを低価格にすることをこだわってるんですか。はいはい、あ、えっ、ー、と今あのちょっとあの低価格で低品質であったり、高品質イコール高価格みたいな流れから、なんかあの低価格で 高品質なバーガー出す流れが来てると思うんですけど、ちょっとそれにちょっと乗っかりたいなっていう思いです。うん、これだったらね、なんか価格上げて売っていってもいいのかなっていうのは、すごく感じる次第ですね。実際にあのフランチャイズ版タイガーファンディングの時のの虎の人たちも、同じ議論で、はい、えこれ、もっと高く取れるんじゃないのっていう意見が結構あったん、ねで,ねはい、で、一応それはまだ決まってはいませんね、はい、最終的には。はい、でもここまで ここまで言われちゃったら上げない方がいいがよね <laughs> それでもあげなかったって方がなんかいいよねまあ490円だったら500円ワンコインの方がなんか訴求力ありそうな気はしますけどね500円でこれみたいな490円ってなんか縁起悪い感じするそうだね、うん、これなんでこれ10円お釣りくるようにしてんですか、はい、オペレーション考えたら10円お釣りつない方がいいっすよ絶対ちっねちょっと浅はやかなんですけど400円台の方がちょっと安いなあとなんか食券機って書いてあるんでんかか、はい、楽っすよねちょうどいい方が。 はちょうどいい方がいいい方がと思います,よ一,応すいま一応その一定の需要があったら供給能力を最大限に発揮できるんですけどポツポツ来てしまったら結構あの人件費も余分にかかるような感じになるんでなるべく人が呼べる一定の需要があるような金額っていうのを考えて一応安くはしてるんですけど400円より310円の安く見えるから310円ってことですよね<あ>10円下げて、はいはい、僕なんかこれ淡路島バーガーで玉ねぎ全部に入ってるっていうのは はい、いいと思うんですけど、はい、1>, 1つぐらい玉ねぎ入ってないメニューあった方が、はい、お友達同士でウーバー家族同士でウーバー頼む時に障害にならないのかなみたいな感じはしましたね、はいはいはい、あねくまでメインは玉ねぎでいいと思うんですけど玉ねぎ嫌いな人受けれないんでこの店の注文って、はい、これちなみに今時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア株式会社サンエイトを代表取締役竹内浩一 YouTube の可能性をいち早く見出しビジネス界に激震を与える好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー YouTube 界の対応はいかなる志願者の未来を照らすのか現在の店舗だと男女、うん、えっ、ー、と観光地になるのでちょうどこの家族で来ているような人が多いので半々ぐらいですかねはい淡路島すごいですもんね 観光客は多いですね。年,年々増えてます。これ一日何食ぐらいまで作れるんですか。はい、あ、えっ、ー、と一日に、えー、やろうと思えば、はいえー、まあツーオペレーションやったら、まあ二百五十ぐらいはいけます。例えば限定何食とかっていう形で、はい、あのレア感を出したりするとか、はい、あのね百食堂とか企業、はい、とやったらあるじゃないですか。あ,はい、ああいうお店で出した方が、はい、このレア感、まあ、はい、安いの。 でやると、はい、あのそれの方が売れるんじゃないかなって思ったりはしますねあはい、はい、淡路島からの輸送コストとかも結構高いんじゃないかないあそうですねけ結構あの使ってるものが実はあの、はい、日持ちするというかあの冷凍であったり真空にしてあったりで、はい、結構日持ちするので大きめの冷凍庫と冷蔵庫を用意しておけば、まあ、2週間に1回ぐらいの配達でいけますポテトは別に何か普通ですね あそうですねそっ別になんかあんまりこだわってない一応,、えー、と一応あのラードで普段は揚げてるんですけど、うん、今日はちょっとあのフライパンでやったんで、うん、通常の油で揚げてもらいましたあこれが500円ぐらいでポテトが300円、はい、えっ、ー、と500円でドリンクと、えー、ポテトがついてプラス500円ですあ五500円500円はいですね、はい、利益率いまいちっすよね トータルしてもそ,そうですね45%これ神戸でも結構家賃と人件費上がって大変なんじゃないですか一応家賃が15万のところになるので小さいとこで、はい、つあごめんなさい、えー、とお店自体は7坪程度で考えてまして<ー>もうテイクアウト専門で考えてますテイクアウト、はい、デリバリー専門だからいけちゃうんですねはいハンバーガーの自動販売機みたいな形を目指したいと思ってますいろいろ理由があると思うんですけど二、はい、号店が三宮なのはどうしてですか、はい 僕淡路島で田舎んですんで三宮がすごい僕にとって都会というかまだ一番近いし行ったイメージです大石さん兵庫県民じゃないですかそうですねどうですか三宮で出すっていう彼のいやいいと思いますね僕も兵庫県高砂っていうところが出身で今年38なんですね多分37です37ですもうね同じ世代ということではい 三宮ってどんなところなんですか三宮は本当に兵庫県の人間が集まる一番都会な場所っていうイメージですよね、はい、特に淡路島の人も、はい、まあ姫路からの人もみんなそこに集まるみたいなでそこのどこら辺の,えとあの元町から三宮の間の,、はい、あの福屋がいっぱいあったと思うんですけど、はい、あの高,高架下ですね、はい、ああ高架下ですかはいお<ー>じゃあちょっと違う別の切り口から質問していいですかは、はい 淡路島バーガーの美味しさを噛みしめた虎たち。商品の価格をめぐり、議論は加速する。物語は中盤戦。竹内が別の切り口から質問を投げかけると、タイガーファンディングの流れが変わる。 ファストフードのハンバーガーってなんとなくテイクアウトのイメージが湧くんですね。はいはい、でグルメバーガーってどっちかっていうとこうダイナーとか、はい、そういうところでちゃんと食事として食べる、はい、ディナーとしてのハンバーガーのイメージなんですけど、はい、このグルメバーガーのテイクアウトのシチュエーションっていうのがちょっとあんまりパッと思い浮かばないんですよね。ただオフィス街ととととかかだだっったら例えばランチににちょっと買いに行く島 多分こう観光地なのでちょっとこう海沿いに座って食べると、はい、シチュエーションが分かるんですけど、はい、その三宮でこれを買いに来る人がどういう生活圏でどういうシチュエーションでこれを買って帰るのかっていうのをイメージ聞いてもいいですか、はいはい、えそうですね一応,一応そ,の、えー、っとそこら辺を考えない値段設定にしてましてあの、まあ、どこで食うかはもう独,独自にやってくれみたいな感じで。 だからその金額やねんっていう形で考えてまして急に荒いすねそこだけ僕も竹内社長と同じこと思っててこの辺多分座っってて食食べべるとこはなないいのでで買すすぐられんよねもう少しそれこそ南の方の港側ハーバーランドとかポートランドのところとか行けばベンチもあるしデートスポットにもなるし人も多分ちょっとお腹空すいたなで買うのがわざわざこのまあ 場所的には飲食店やる立地としてはすごくいいとこではあるんですけど、はい、座って食べるとこないなら、はい、バーガーならもっとこの同じ神戸でもこの8 0 0ル圏内でもう少しいいとこありそうな気はしたんですけどね一応1日200売る計画なんですけど100円あげれば利益が2万円増えるんでもしあれやったら食べるとこもっていうんであればお客さんにそこまでサービスを考えたときに隣も空いてるんでそこを。 食べるどこにしても1日2万やったら50万近くあるので十分その場所は置けるかなと思ってまずはちょっと小さめに始めようと思ったんで今はこのちっちゃいプランでやってます場所はもう抑えてる感じですかあそ,うそうですね一応抑えてあもうこれ借りてるんですかえっともう一応借りで抑えてますはいここからスケールするみたいなのあるんですかイメージ的には店舗、はい、展開するみたいな、はい、あそうですね、うん、はい どどういうような展開を考えてるんですか、ね。そのそこのそこのお店自体をまあ繁盛させてでえっ、ー、と FC であったりそういった部分にも挑戦してまあイグは大手ハンバーガー業界に挑戦したいっていうのがあってち小さく数いこうかなっていうイメージでした。あこのぐらいのスモールスタートのお店を,で、ねはい、を FC で、はい、展開していく。はい、ちなみにこれ、はい、あの実際のお店にいらっしゃってもテイクアウトと。 えっと、ウーバーみたいな宅配サービスと、比率的にはどれぐらいで出ていくっていうイメージですかね。はいはいはい、えっ、ー、と、店舗のテイクアウトが9割ぐらいかと思ってます。店舗メインで考えてるんですね。はい、僕なんか食べててお話聞いてて、ウーバーが8割なのかなと思ったんですけど、そんなことない。はい もうオフィス、近隣のオフィスで働いてる人とかがターゲットですか。あ、一応僕淡路島ウーバーがないので、そのウーバーがどれぐらいの需要があるっていうのは分かってなくて。三宮のお店の方に聞いたら、まあ一日十件ぐらいやでっていう店舗が多かったんで。んあ、そんなもんなんかと思って思ってました。東京ほどまだ浸透したなですが、ね。三宮だったらウーバー全然ありますよね。そうですね。あるとは思いますけどね。はい、えっと、じゃあ、あテイクアウトがメインだとして、ターゲットの。はい この物件的に人通通りはどんんな方が通るんですかねそのお店の前っていうのはえとそのき周りのが学生さんであったりあとて天気が悪い時とか、はい、その夏場の暑い時は通りエアコン効いてるんで、うん、人が、まあ、あ多いと思います学生だと質より量な気がするんですよね、うん、でこれセットで1,000円でしょ、うんはい、1,000円あったら多分違うことを使うんじゃないかなっていう,、うんそうね、特に体育会系の人たちっていうのはい。 これ1日のオペレーションってどれぐらい作れるんでしたっけ二人やったら250ぐらいですかね。5 0があったらっ,マックスってことですね、はい。3人やったらもう100は余裕で作れると思います。3人、今は2名でやる予定なんですか、ね、今は平日、淡路島はちょっと土日と平日でお,お客さんの着方が違うんで、うん、平日は2人、ないし1人で、土日は3人で、大体、うん、いい250以上は。250から350ぐらい。はい、で、1個1000円ですよね、そのセットで言うとね。はい 淡路島ではちょっとややこしいんですけどこれを900円で販売してましてセットで1500円で販売してますセットで1500円はいじゃあだいぶ違うんですねそうですね1.5倍ぐらいあはい観光地価格みたいな観光地の付加価値があるんでその分ちなみにそっちでどのぐらいの収益が出てる状態ですかこっちは売り上げの半分ぐらいが残ってます売り上げが月に300万から400万ぐらいです んそれで半分ぐらい利益になってるん、ねはい、あ200万ぐらい残ってます、うん、まあいいですよね収益性高いですよね、まあ、それをそのままや,やるっていうイメージではなくそうあええて変そうですねはいなるほどね<う>ちょっと分かんないですけど1個目でマーケティングできてるのに 2>,、はい、2個目でなんで値段下げるてるのかっていうのはっやっぱ観光地って付加価値で利益が出てるのが大きいっていう自覚があったんで、うん、ただその中でもその売れてる供給能力の高さには自信があるので <laughs>、うん、それを生かせる 仕組みにしたかす。うん、逆にそのなんていうでしょう同じような値段で神戸でもやっちゃうと、はいはい、他の高級バーガーとの差異もなくなっちゃうしみたいなところもあるんですかね、はい、あそ,そうですね、うん、はいなるほどなんか僕さっき、えー、といた,だいた時にお、はいえと美味しさの最大の決め手は、はいはい、株式会社ハレルヤ代表斎藤智春 世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売り上げは30億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか、えっと、美味しさの最大の決め手は、はい、バンズの柔らかさと温度、はい、そして、えっと、<laughs> 揚げた玉ねぎの。はい ザク、ジュワ感みたいな。中が熱くて、玉ねぎの旨みが吹き出してくるような、その二つがすごい、ま、あの、肉も美味しかったんですけど、その二つが結構決めてかなって僕は感じたんですよね。で、これ、宅配だと、その辺例えば30分経過したらどうなりますさっきのって作られて何分後でしたた、多分、10分ぐらいですかね。分ぐらいですかね。テイクアウトだったら10分後も食べる可能性高いですね。 デリバリーだったら20分後30分後の可能性高いですね。30分後だとどうなりますかあれって？えっと僕もいろんなパターンのパンで試して、はい、30分経ったらかなり味が落ちるパンだったりパティもあるんですけど、はい、今使ってるパティもパンも冷めて冷めては冷めても僕の中で合格ラインだったんで、うん、冷めてもいけるかなと思ってます。やっぱできて10分よりはちょっと落ち,れば落ちるは？もうこれ全然落ち、品質は落ちますけど<ー>十分食べれる。 美味しさであると思ってます揚げた玉ねぎはどうなりますか、はい、揚げた玉ねぎもなるべくカリカリ感を長く持続させるために、うん、ちょっと粉にちょっとビールとかを入れて<ー>ちょっと人工的なカリカリ感を長く続くようにはしてますん先生あ全おいしそうですね<あ>30分後でもね、はい、なんかデリバリーがどれぐらい出るかっていうのが結構大事な気がしますよね今後多分あの町口さんは淡路まで ウーバーイ a t がないので本当におっしゃるようにピンときてないんですよ、うん、なので僕も宅配がすごい出る気がしますよね、うん、結構ポスティングとか入り,入りようとかファミリーオフィスジャパン株式圧車代表大石淳平 社長、スポーツ選手、ドクターなど、富裕層ならではの課題を解決に導く、投資家とスタートアップをつなぐ、名古屋エンジェルクラブを支えるこの男、グルメ、ゴルフ、サウナにも情熱を注ぐ、次世代金融を日本にもたらす黒船がタイガーファンディングに怒りをおろす結構ポスティングとか入、入りようとかってないですか、ね、あもうやれることは全部やろうと思ってま、ね、そうです、えー、なんかね、オフィス街とかに入れ,入れておいたら、誰か見るんちゃうかなっていうので。はい 一応何をしたらいいかわからんかったんで今も一応インスタでページ作ってほんでちょっと広告費とかもかけながら自分で作った,そういった動画とかそういういのも流してま,すまあでもまずあれですよねそういうおっしゃってるように折り込みというかその、ね、メニュー表をいろんなところに入れてって。 おひつさんとかに入れていったら、発注はあるでしょうね。ねししまとめて10個とか結構普通に、うん、いきそうな感じしますよね。心配なのはそっちですよね。はい、まとめてお昼時にウーバーとかやった時にね、まとめて一気に、ね、100個とか来た時にオペレーション的に耐えられるのかっていうのは感じますよね。そのウーバーとかやったりするであればね。これってどっちかって言ったらランチじゃないですか。かその時間に集中。ど,どうなんですか実際その営業時間中の、えー、売上の構成費っていうか、どのタイミングが一番 売上が出るんです大体、ね、いい11時半ぐらいから2時ぐらいまでが高校です,です、ね、そこでウーバーやって一気に多分注文入っちゃいますよね、はい、そこに耐えられるオペレーションにしなきゃいけないですよね、はい、その辺もちょっとあれですね課題ですよねただやっぱりウーバーとかの方がまあ売り上げが伸ばせるかなって注文はくるかなと思いますねはい、はいはい、その辺も踏まずちょっと考えたいですけどあの大手さんの,その世界規模でやってるような、はいはい えー、ハンバーガーショップ以外で日本から発信したので、はい、成功してる事例っていうのはあのどこがあるんですかね,あのね要はこういうハンバーガー例えばサセボバーガーとか、はいはい、で,でそれがどのぐらいスケールしてどのぐらいの売上でどのぐらいの利益が出てるかって一番その成功してるとこどこなんですかね、はい、っていうのはあの多分ハンバーガーの市場が7,000億ぐらいあってほとんどあの大手2社なんで。うん まあそんなに今すごくその対抗できているようなところはないと思っとってあの、えー、とブルースターバーガーとかはそういった需要を狙いにいくっていうのは聞いてて、えー、月ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど800万ぐらいは売れててると聞いてました売上で800万あ売上であはないですよね ちっちゃい店やと思うんで、それがでどうですから、1店舗しかまだ今ないとスケールしてるところはないといこですよ店舗展開、なんかそういうイメージなんですよ、いっぱいハンバーグ屋さんはあるんですけど、おっしゃってるように、日本のブランドで展開してて、フランチャイズでスケールしてたとこっていうイメージが全くないんですよね、だから、そのおっしゃってるように、大手何社さんが独占してるようなマーケットの中で、1店舗でやってるオーナーさんいっぱいいるけど、じゃあ、20店舗、30店舗持った人がいないんあれば、かなり難しい。 かなと思いますよねマーケットスケールは大きいんですけど成功してるっていう事例が少ないなと思ってたんでそこがまあうんかなりネックなポイントかななかなか難しいんでしょうね。とは思ってるんでそこは分かってやるんですもんね分かっててチャレンジするもちろん分かっててのちょっとその金額でちょっと挑戦しようと思ってます分かりましたこれちょっと同じようなシチュエーションでちょっとイメージしてほしいんですけど牛丼屋さんってパッと思いつくのって3つか4つぐらいだったんですね 同じだと考えたときに、新しく牛丼屋さんを個人でやりますと、フランチャイズ転換したいです、牛丼に150円です、周りのサイドメニューで利益取ります、成功するイメージ、湧きますか湧かないですね。と、今、多分同じことを言われているような感じがするんですね、僕もちろん商品は美味しいですし、伝われば伝わると思うんですけど、やろうとしているビジネスモデルが平たく言うとそれと同じかなと思うんですよね。 その通りだと思いますいませんいいえなんかあの多分どこまで行ってもあの本当にあのハンバーガーは安くでセットで設けるっていうふうにおっしゃってるじゃないですかこの間も今日もやっぱり皆さんの発想はそうではなくていやこれだけうまいハンバーガーでこれだけボリュームあるんだから。 ハンバーガーで稼ごうよっていうところにあるような気がしてるんですよね。だからあとはそれを、えー、町口さんがいろんな方の意見を聞き入れて、えっ、ー、と要は柔軟に考えを変えれる意思があるかどうかはちょっと一旦聞きたいなと思いますけどね。どうですか。あ、えっ、ー、と僕はもうかなり戦闘力低いので、はい全部聞いてちょっとでも高くなりたいと思ってます。まこれだけ皆さんあのね。 理解していただいた上でご判断をいただければと思います。じゃあ、えー、松口さん、はい、最後です。ラストステートメントです。はい。えーっと、虎の方々の、えー、胃袋の中に僕のバーガーが入っただけで僕はもう満足です。ありがとうございます。<laughs> すみません。<laughs> ちょっと <laughs>、そうですか。はい。ありがとうございます、はいはい。はい。じゃあ、あの、壁側をちょっと見いてください。はい。はい、低価格での商品展開を目指す志願者。 一方でトラたちは別の価格帯での展開を思い描くすれ違いを解消し柔軟に対応する姿勢を見せた志願者迎えたファイナルジャッジ男の運命やいかにじゃあ松木さんお並びくださいはいでは最終決断に入ってまいりますはい竹内社長はいえー、僕はすいませんナッシングですえっとやはり 安いだけを売りにする商品ってやっぱなかなか難しいなと思うのとちょっと戦略がすごくふわっとしてたのでちょっとこれからもう少し理由をつけるものっていうのをもうちょっと増やした方がいいのかなと思いましたはいありがとうございますえー、ヤン社長はい僕は100万円出させていただこうかなと思いますはいまず出してくださいはい、はい 理由としましては、まあ、非常にあのタイガーファンディングらしいあのご自身ですごくいい商品を持っていらっしゃってでその上でそのブランディングとかマーケティングとかはこう相談しながら決めていきたいという姿勢が見れましたのであのまあ僕1人でちょっと300万というのは難しいかなと思ったんですけど、まあ、林社長を含めもしこの100万円の他に他の社長方が200万円出すのであればぜひこのビジネスに参加させていただきたいなと思ったので、はい、バーがとってもおいしかったです。あありりががととううごござざいいいまますすはい、トマピー はい百万円です町口さんの結局、はいまあのところ柔軟な姿勢があることが分かりましたし商品が確かだったんでしかも地元の食材を使ったものということで愛も感じたんでベッドさせていただきますよろしくお願いしますありがとうございますはい、えとでは大石社長はい 100万円ですえーまあ、兵庫県の高砂出身というところとあのー、まあ淡路出身とですねでえっ、ー、と同じ世代ということで、はい、まあ頑張って三宮を盛り上げてください、はいまありがとうございますまずこの段階で、えー、300万円の希望金額まで到達しましたんで今回は完全オールですおめでとうございますありがとうございます,いますはいその上で三浦社長お願いします、はい 良かったです <laughs> ゼロですと <laughs> いうのはねあの本当、はい、美味しいんですよ、はい、で売れる可能性も全然あると思うんですけど、はい、僕個人的に飲食にすごい苦手意識あって、はい、相当な,なんかインパクトとか、はい、ええー、いんですかねロジカルな仕組みがない限りは出資できないと思ってるんで、はい、でもよかったです美味しかったんで、はい、300万円いってい、かったですてくださいいたでし改めめおとうございます ではえっ、ー、とヤン社長から順番にいただいてくださいありがとうございます頑張ってください頑張りましょうありがとうございます一緒に兵庫県盛り上げましょう、はい、あ,ありがとうございます,いしますよろしくお願いします FC 版タイガーファンディングからやってきた志願者見事完全オールを達成しフランチャイズ計画への第一歩を踏み出した虎絶賛の淡路島バーガーがあなたの町に届く日は近いかもしれない 男の熱き挑戦は、続報を待て仲間と繋がれる虎と繋がれるもちろん主催とも繋がれる令和の空ファンクラブ、入会はこちらから